4月11日、伊予市の市長選挙と市議会議員選挙が告示され、市長選は現職の竹地邦則氏のほかに候補者がなく、再選が決まりました。竹地氏は2013年から伊予市長を務め、3期目の公約には人口3万人を維持するまちづくりを掲げています。無投票で決まった参戦の報告は、新型コロナウイルスの状況を鑑み、記者会見のみが行われました。新たな3期目のステージで、市民の皆様方の、信託を得たのかなとも思ってますけれども、やはり無投票、どう取ったらいいか分かりませんが、1日走ってみて、中山、二見、旧の伊予市、さまざまな方に声援をいただきました。新たにこの伊予市、本当に出陣式でも申し上げましたように、3万人が20年後、30年後、住み続けられるためには、やはりさまざまなきめ細かな施策が必要になってまいります。なんとかこの令和3年度より踏ん張って、まずもって人口が今3万6500人、少なくとも15年後、3万人は少なくとも維持した、そして20年後もその枠組みの中で移住、定住も図りながら、やはり子どもたちがこの伊予市に魅力を感じてくれなかったら、外へ出ちゃいますから。なんとかこの伊予市で基を構えて、しっかりと新しい生活を築いていこうという思いを醸成させることも終始していきたいなと、このように思ってます。なお、市議選については定数17に対し18人が立候補したため、今月18日の投開票となります。